ここ栃木県の茂木町の国道294号線なんですけど、これは国道294って言われてるんですけど、ここの細い道入ってったところ、ほら一階町、なんか不思議な感じしませんかね。別世界で こっから一階町ってどういう動画なんですかね、これね。ほらちょっと行ってみますか。行ってみましょう。こっからが一階町、一階町、はい、入りました一階町に。どういう動画なんですかねこれ、本当やばい動画だよこれ。ちょっとここで一回止まってみますか。ほら、一階町、一階タウン、ほんと教会なのかな。そっからが一階町なんですね。ほんまそんなことあんのかな。こっからが一階町、ちょっと調べてみるか。いまいち意味がわからないっていう。今どこなの。ここの住所って出ないのかな。現在1の1精度が低くなってる。ダメだな俺出ないな。そんなことある。この辺が全然出ない。どうやって見ればいいのこれ。 Google ダメだ出ないな。あ、市貝町だ。市貝町本当だ。じゃあ県道、じゃあ国道294ってどこなんだろう。ちょっと走ってみるか。ここが市貝町なんだ。あ、帰りはこういう看板になってんだ。市貝町お気をつけて。ほら、いや初めて来た市貝町に。じゃあここはどこなんだろう、この国道は。この国道は今どこなんだろう。一階町になってるの、おかしいな。どういうことだ。あんま電波悪い方なのかな。反応しねえな携帯が。
なんか見るとこドライブイン茂木棚田なんてあるんだ。あんま評価入ってないな。わしの里あんま評価入ってねえ。あ、茂木町になってる。やっぱ合ってるんだ。あそこが教会だったんだ。茂木町に入ってます、やっぱ。へえ、本当にどうでもいい動画だな、これ。以上。